皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、10月の28日、19時12分、今年の日本シリーズと、メジャーリーグのワールドシリーズをもって、今シーズン、まあ、スポーツの勝ち負け、まあ、来年楽天さんが優勝する番だとか、まあ、いろんなことを言ってますけども、ちょっとまあ、秋篠宮家の佳子さまの動画を見ていて、今日は、多分向こうの時間軸でスポーツの勝ち負けがあるからか、まあ、こっちに、呪いが来るか、向こうに来てるか、というような、状況とか、見受けられていて、まあ、それがスポーツの勝ち負けなのか、かなというところなんです。で、まあ今のところは、まあそういうふうな、事情で、あとはまあその、今までのその分のお金の支払い云々だとかスポーツ業界の件に関して、まあこれに関しても、まあちょっと自分でもどうしたらいいのかよくわからないという状況なんです、今のところ。まあ訴訟費用云々の件などもありますし、まあ阪神タイガースさんとかね、まあそれなりの金額等を、まあ生活保護者で、まあ、現在のその簡易裁判所の件だけでももう3万超えなんですよ。使用するお金の訴訟費用が。ですので、その、元手となるお金の部分が、ないということに、まあ、今、岡田監督の声、分かったっていう声が、まあ、聞こえてきてるんですが、まあ、そういうわけで、ちょっと一旦区切りを置かなかったら、ちょっと、近日の件の僕の動画の、DeNA さん対、ソフトバンクさんの試合だとか、その前の試合のことをどういうふうに言っていたか、そしてその得点がどうなってるかっていう、その全体的な状況、昼寝が本来できてたんですけども、それができないような状況になってしまったりしていると。で、まあ、そういうふうな件も含めて、ちょっと、まあ、体調面のところでも無理がありすぎるのと、あとは、まあ、まあ、あともう一つ可能性があるとしたらですよ、横浜 DeNA さんとそのソフトバンクの試合について、特にその、まあ、ボクシングで例えると、この間の試合で言いますと、とにかく安全面だけを考えると、日本人選手が勝つことを考えてしまうと、相手のパンチをもらってしまうと、別の国の方の、そういうふうな状況でしたので、まあ、明日のそのスポーツの勝ち負け、横浜 DeNA さんと、その、ソフトバンクさんの試合に関しては、安全面だけを考えると。まあ、こういうような形で一回取り組んでみようかなと思っています。で、まあ、まあ、ドジャースさんとヤンキースさんの試合も特に、何事も怪我も発生してませんし、多分2カ国の戦みたいな形になってると思うんです。まあ、ただし動画で話してる通り、1試合目と2試合目の件のことを言ってるんですけども、同じような状況が最後の方に出来上がってますと。まあまあ、その辺のところは、まあ、動画見ていただいて、確認していただいたら、あ、これが、スポーツの勝ち負けとかで同じような現象が、他の競技でも、発生していると。まあ、そういうふうなことの一つの例かなというところで、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、だからまあ、まあまあ、また明日、対応の仕方は、考えようとは、思っています。まあ、とにかく、今シーズンで、そのあたりが、区切りということで。まだ、サッカー界とか試合が残ってるのは分かってるんですけども、ちょっとこちらも、ちょっとどっかで、一息入れなかったらもう持たないのと、まあ、ちょっと、いろいろとありますので、
まあ、一旦区切りを、対象面考慮ということで、区切りを持ちたいなと思います。というわけで、皆さん以上です。まあ、何かこうメッセージみたいなことは、多分僕の件ですから勝手に伝わったりとかやっぱりあるんだと思います。その以前からそのスポーツの勝ち負けをしない時とかもそのいろいろとこう僕はテレビで見てる時にこう伝わっていたりだとか、まあ、まあその辺のところもありますので、まあ、なんともと、いったところです。以上です。